超ゴジラ2の魅力を徹底解剖スペシャル実践後半戦。前回一度も初当たりを引くことができなかった森本、これ線あるな。みんなの熱卓が私の右腕にかかっているので非常に重いです。しかし今回は待ちに待った大当たりをゲット。そして前作から進化した高速 SD が火を吹き、森本が驚異の巻き返しを見せる。もう一発10ラウンド取れれば、あの定ま的にプラスに転じますよ。プラテンです。前回から一度も初当たりを引けていない森本は現在870回転を超えたところ。するとずっと眠っていたゴジラが突如目を覚ます。もう最近テンポとマジで、そう、なんと何の前触れもなく突如7点敗に。これには先ほどまで落ち込んでいた森本もナイスリアクション。テンパったよ。これはさすがに当たるよね。ちょっと予想してない展開です。で、あの振り分けのですね 1% 1500発のですね確変あるんですけど、しかもブーストじゃないの、ブーストはまだちょっとあの息急いでます。7点敗に興奮しすぎて、あんなあっさり7点ってかけるんだ。で、その 1% の1500発その核変のですね振り分けあるんですけど、それはおそらく G 図柄揃いなので7揃いがそこの振り分けってわけじゃないと思うんです。ただめちゃめちゃ熱い、きたきた GGGF グレートギガゴジラフェイス、あ、スペースゴジラだ。スペースゴジラね、あのなんとなくビジュアルでわかります。タック欲しいね。映写機1個しかないよ。これ当たるあのシアターブーストもないし映写機1個しかないんだけど、分かんない。もしかしたらこっから超進化保留とか出てくるかもしれない。ただタック行くとしたらもう行ってるんじゃない。あ、これ熱い、まさかのパターン、グン、うわー派手これは決まった。見て、グン、金ピカです。デフォルトだけど来たー、やったー、やっと当たった。どうしよう、番8000円ですよ。よかった。しかも確変です。 ST7 揃いは1500発プラス次回まで大当たり濃厚ではないですけど、確変 ST 突入は濃厚です。しゃーついに877回転で待ちに待った本日初の大当たりをゲット。まさか初当たりが7揃い7点敗と思わなかった。これは嬉しい。はい、ということで右打ち行かせていただきます。一応あの寝台紹介番組なので、本来はですね、一番最初のね右打ちって確変なのか時短なのかちょっとわからないっていうところがですね、この台の特徴というか見せ場でもあるんですよ。で、初当たり引いたらですね、初当たり初回へそはね 99% が5ラウンド大当たり750玉の払い出し。それでこれシンゴジララッシュと、怪獣総進撃モード ST 中演出選べます。なのでこっちがねオーソドックスですかね。こっちでね行こうと思います。まずはどんなもんかこっちで行きましょうか。今回も7揃いからだったので、もう早速ですねラッシュ突入になります。で、最初の、1回転から25回転まではですね即当たりで、あれ緑保留も結構熱い。はい、ジャスミンいただきました。赤はねもう大当たり濃厚になります。緑でも熱い。1回転目から25回転目はあの GGGF 落下で大当たり即当たりモードになります。さあ、ほんで 77% が10ラウンド、7にならない、上がりませんでした。
23% の方でしたね。まあちょっとがっかりではありますけど、もうちょっと怪獣送信劇やってみようかと思います。 ST の継続率がですね、約 84% なので、かなり継続率は高いです。平均したら、6年ぐらいですかね。おお、点滅保留で即当たりしました。早い早い。点滅はそんなに信頼度あるわけではないです。気持ちいい。いや、さすがにこれ上がってよ。ドンドンドン。あれ当たりが早いからまあまあまあですけど、 77% がね、1500発なんですけどね。ハイゲート通して、はい、開きましたと。あ、大丈夫、これ昇格するやつだ。あ、ランプ見ちゃいました、ごめんなさい。今日ダメだったかもしれない。おー、ここの回る瞬間たまんないですね。っていう風にラウンド昇格もございます。 77% あるからね、1500の振り分けが。いや、早いぞ早いぞ、ゴジラ早いぞ。ゴジラ2前作よりはかなりスピード感はありますね。もうちょっとだって、まだね、底当たりしか引いてないからね。結構一通り見るまでは怪獣送信劇でちょっと回したいと思います。はい、でここからバトルですね。バトル発展で激アツ。お、ちょっと心電図が、心電図がガシャガシャ言うてますね。あー、もう、あ、ちょっと待って、いって発展した、ち、行こう。あ、いいよ、何でもいいからもうバトル行ってくれ。あー、これね、石のね、オーラの色とかね、チャンスアップがあるんですよね。さあ、いけ、7だ、ありがとうございます。石もしかして金色だったかな。あ、これで当てる。バトルではないパターンですかね。爪攻撃ルートですね。爪攻撃ルートでもね、4割ぐらいあるので、まあ、バトルの弱い敵と戦う、強いというか信頼度の低めの敵と同じぐらいの信頼度です。あー、決まりました。お、これが赤ですね。爪攻撃ルートのカットイン赤はめちゃめちゃ熱いです。よっしゃ、10ラウンドを一気にまくっていこう。もう2万発ぐらい勢い出してやる。着々と大当たりを重ね、出玉は4000個超え。このまま勢いに乗りたいところですが、ちょっと待ってよ、気づいたらピンチなんですけど。もうあと残り30回で、ラスト10回が、あー、3回続かない。頼む、なんでもいいから全敗とさってくれ。どんどん図柄が2に書き換えられてますね。結構多くなかった2。おい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 、よし、ナイスナイス。やっぱ天杯かかった時点で熱いっていうのがね、すごくいいですね。素晴らしいですね。社会女バトル、誰だっけ。ビオランテ、ビオランテですね。ビオランテはちょっと強いけど、行った時点で相当熱いから、よいしょ、オート連打に頼らないシステムで優勢超えて、あーあー、どうかな、ダメか。ボタンチャンスアップもありそうですからね。暴走パートで、これで1回ね戦ったので、2度目同じ敵ともし戦うことになったら、もう勝利の、おーっと、まさかそんな当たり方、予想ロストとしてない当たり方でした。今、まあ、ビオランテに戦ったんですけれども、負けた後はですね、もう1回ビオランテと戦えばリベンジバトル、リベンジバトルは敗北はありません。外れた直後にまさかの大当たり、結構危なかった。さらに似てる人に似てる、とんでもいい情報でした。
よっしゃエクストラボーナスだぜ。その後6回目の大当たりをかけたリーチでも、星の人はうわお助け入った。誰ジェットジャガー、しかもお助けおそらく10ラウンドだと思う。おほほほ穴で取ったよ。いやこれで6連チャン平均連取りました。そろそろちょっとねシンゴジララッシュの方回してみようかなと思います。ちょっとそろそろシンゴジララッシュ行ってみたいと思います。まあ、のシンゴジララッシュの方もですね、基本的に1回転から25回転目は即当たりメインになります。で26回転から90回転はバトルメインで、ラスト10回転はゴジラが方向すれば当たりと、まあ、ちょっと見せ方は違いますけれども、わー当たったー、ボタンバイブ貼りました。これですね、この保留ね。はい、第3形態うわかっこいい、めちゃめちゃかっこいい。はい、1回転が25回転目なので即当たりになりました。これがね、バトル中はね結構リーチライン数が大事だったりとかいろいろと見せ場がございます。いやーかっこいいな、ズガンデザインもこんなに変わるんですね。風間的にはまだまくれてはないですけど、かなり取り戻してます。お、あ、全ショートしました。さあボタン連打で図柄を揃える演出、ほい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 、3点敗、ほい、あ、当たりじゃない、揃ってるよね。おーほい、やったぜ。いやー気持ちいいね、1万発が見えてきた。これは上がらない、ほらね、よし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 、ナイスです、素晴らしい、驚異の V 字回復、竜輪。さあもう一発取れば払い出し1万発超えになりますね。まあ次が10ラウンドだったらですけど、でもいい感じに振り分けも負けてないし、いいよ、保留が熱い、これ閉まるでしょ、赤だったよね。はい、ありがとうございます、めちゃめちゃかっこいい映像がとんでもないかっこよさですね、しびれるな、なんだろう、3だと、よし、本当に大パンしちゃダメですよ、当たってないからね。シンゴジララッシュでやったろうから、あー1万乗ったぜー、イエイ。そして1万2000発で、定ま的にはプラマイゼロになります。驚異の V 字回復を見せる森本は蹂躙リーチに発展。まあ、どっかでこうビジョンだなんだの赤がね絡んでいただければいいのですが、1ラインだから展開した時点では怪獣送信劇とそんな変わらないと思うんですけど、このやっぱ展開で結構信頼度のメリハリがねあるので、いいよ、これ7別に関係ないのかな、この場合は。いけー、いかない、3発目あるかどうか、これがあればほぼ決まり、ドーン、いった、ほぼいきます、7ラインです、多分3回目は7ライン固定だと思う、濃厚ではないけど、もうほぼ、はい、よかった、素晴らしいです。
よし、これでね、今持ち玉がちょうど9700発。うわー、しかも10ラウンドだ。見事出玉は12000超え。さらに勢いは止まらず、何ぐらいなの名古屋に住むだけで最高。あ、今プチュン来た。これ今選ぼうと思ったんですよ、私シンゴジラと怪獣送信劇を。そしたら今押した瞬間プチュンってきたんだけど、もしかしてこれ保留連なんじゃないかという気がして、あー、おしゃれ。保留連めっちゃおしゃれ。これ10ラウンドかな。だとしたらまくります。いやー、まくった。サダマまくりましたよ。素晴らしすぎる。何このおしゃれなまくり方。今のプチュンめっちゃしびれますね。いやー、最高でした。ついに投資をまくった森本、あっぱれです。いやー、やっぱ継続率 84% はやれますね。しかし12勝目とはならず、ラッシュ終了。いやー、ダメか。ということで、11連チャン払い出しで 13,665 になります。はい、ということで、11連チャン取り切ってプラスになったところで、今日は実戦終了にしたいと思います。最高でした、お疲れ様です。はい、P 新怪獣ゴジラ2の実戦がただいま終了しました。お疲れ様でございました。本当に皆様お疲れ様でございました。ですね、ギリギリ日の出てるうちに帰ることができそうです。あわやみんなでね、終電乗れずにこのまま名古屋泊なんじゃないかっていう気もちょっと一瞬してましたけれども、結果を発表したいと思います。本日のですね、投資が12000玉、そしてですね、回収出玉が12745玉ということで、本日プラス745玉でございます。イエーイ、大勝利。はい、今とか大勝利の大ということで、そういうことをね、やっちゃうぐらいちょっと気持ちがね、相当上がってるんですけれども、いや、11連もすると気持ちいいですね。面白いですよ。まあ、11連もすりゃそれは面白いだろうと思うと思うんですけれども、緑の時点で結構熱いっていう、その信頼度のバランスもいいですし、あとね、早いです。スピードが前作よりもかなり上がってるんですね。それがまずこう爽快だっていうのもあるんですけど、前作よりはこの演出のこう分岐というか、見せ場見どころとかはかなりアップしてるんじゃないかなと思いました。もう最高としかね、言えないです。はい、ということで、信頼を100倍楽しむプロジェクトは新規種ごとにやってまいりますので、皆さんぜひ入金チャンネルをですね、チャンネル登録してください。そして、気が向いたら高評価ボタンとかコメントの方も書いていただけると、スタッフさん、そして私もですね、自分の出演動画毎日巡回してチェックしておりますので、非常に喜びます。必ず見させていただきますので、ぜひ書き込みのほどよろしくお願いします。ということで、またいつかお会いしましょう。さよなら。We'll be right back.